はい、メイスマンチャンネルへようこそ。今日はですね、理想のプリントヘッドを探す旅前置き編ということでお話を進めていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。この動画はですね、こんな人に見ていただければと思います。ダイレクトドライブ化に興味がある、自作ダイレクトドライブに興味がある、印刷品質を少しでも向上させたい、こんな方に見ていただければと思います。この動画の中でですね、メイスマンが話す名称についてちょっと定義付けというか、そういったことをお話しておきたいんですけども、まずエクストルーダーについてですね。エクストルーダーは日本語でいうところの押し出し機になります。フィラメントを押し込んだり引き戻したりする機構部分ですね。次にホットエンドなんですけども、ノズルとかヒートブロックとかヒートブレークとかヒートシンクとかヒートシングクーリングファンとかフィラメントクーリングファンとかフィラメントクーリングファンダクトとか、まあそこら辺の塊ですよね、一つになった箇所、あそこを全部刺してホットエンドっていうことが多いとメイスマンは思ってるんですよね。なんでそこら辺の塊のことを全部まとめてホットエンドと呼びます。つまり今言った細かいパーツはそれぞれ全部別々に名前があるんで、そういうのを刺すときはそういう名前、例えばノズルとかヒートブロックとかヒートブレークとか、まあそういったことは個別にちゃんと言うようにします。ダイレクトドライブですね。ダイレクトドライブについてはエクストルーダーとホットエンドの距離が近いものですね。もしくは一体化した機構のことをダイレクトドライブっていうので、ご承知いただければなというふうに思いますね。でメイスマンのこの動画の中でプリントヘッドという言い方、タイトルにもなっているんですけども、このプリントヘッドという名称は正式な名称でも何でもありません。メイスマンが勝手に言ってるだけのことなので、プリントヘッドとは何ぞやという話なんですけども、防電式であろうがダイレクトドライブ方式であろうが、印刷機構の部分全てを指すものがプリントヘッドだと思っていただければなというふうに思いますね。エクストルーダー、ホットエンドなど周辺全体をまとめてプリントヘッドっていうふうにメイスマンは呼んでいる、正式な名称ではないですよということにご注意いただければなと思います。理想のプリントヘッドを探す旅ということで、この企画の説明をしたいんですけども、プリントヘッド改造ドキュメンタリーという風な副題をつけたいなと思うんですけども、メイスマンは 3D プリンターのほとんどの箇所を改造してきたわけなんですけども、暫定対応としている改造箇所がいくつもあるんですよね。その筆頭がプリントヘッドになるわけなんですけども、理想のプリントヘッドを探す旅では、その過程ですね、今後メイスマンが改造していくであろう過程をお伝えする動画というふうにしていきたいなというふうに思っています。企画ものですね、簡単に言うと。で、今回お話ししたい内容はエンダー3標準のエクストルーダーホットエンド、つまりプリントヘッドですね、から現在のダイレクトドライブ状態にメイスマンはしているんですけども、そこまでの改造の遍歴ですとか、今後この企画でどうしていこうと思っているといったことをさらっと話せればいいかなと思っています。メイスマンが今まで出してきた動画は、改造した後にその改造したパーツですとか自作パーツのものですとか、そういうのを紹介する後追いな解説が多かったわけなんですけども、このダイレクトドライブの改造を今後やっていきたいなというふうに思っているので、改造とリアルタイムで動画にしていければなというふうに思っているところなんですけども、なかなかやり方難しいなと思っているんで、制作工程とか、そういったものは生配信で行う可能性もありますね。なので、そういった部分は、生配信の方の動画を見ていただければなというふうに思います。ということで、今回は理想のプリントヘッドを探す旅前置き編ということで、以下のお話をしていきたいと思います。ダイレクトドライブに改造した理由なんですけども、TPU などの軟性フィラメントが使いたかったからっていうのは一番の理由ですね。防電方式でも軟性フィラメント使えるようにできるとは思うんですけども、ダイレクトドライブにするのが一番手っ取り早いんじゃないかなっていうことで、ダイレクトドライブに改造しました。次にシングルギアエクストルーダーのダメなところということでお話をしたいんですけども、エンダー3に最初から付いてるプラスチック製のエクストルーダーをちょっと見ていただいて、それでお話ししたいんですけども、
このプラスチック製のエクストルーダーってベアリングのついてるところが非常に割れやすいんですよね。結構 YouTube とかで上がってる動画でもここが割れちゃったっていう人結構多いんですよね。エンダー3の最初からついてるシングルギアのエクストルーダーですねのダメなところはまずそこなんですけども、そもそもシングルギアのエクストルーダーってギアとベアリングを押し付けてその間にフィラメントを通して、まあ、ギアのギザギザを使ってフィラメントを押し出すっていう機構なんですけども、フィラメントがない時にこのギアを回すとベアリングがギアに当たってギアを削っちゃうんですよね。でギアがそのせいで結構早く摩耗しちゃうというか潰れちゃうんですよね。見ていただいてる動画はもうすでにギアが潰れて頭が平らになっちゃってるメイスマンが使ってたギアなんですけども、もうこうなってくるとフィラメントを押し出す力っていうのが非常になくなってくるわけなんですよね。そうすると押し出し量とか減ってきちゃうんで印刷に失敗しやすいっていうのがあります。メイスマンは今まででこのギアを3回ぐらいもうトータルで交換してるんですよね。でなんか印刷がうまくいかないとか、なんか押し出しがうまくいってないっていう時はこのギアがすごい潰れてないかどうかっていうのを見てみるのがいいんじゃないかなってメイスマンは思ってます。メイスマンがダイレクトドライブ改造を行うにあたって購入したのはこの商品なんですけども、まずはアルミ製のエクストルーダーですね。これにすれば、まあ、割れるってことはそうそうないはずなんですけども、ダイレクトドライブキットっていうのがエンダー3にはいろんな種類が出てるんですけども、その中でも最も安いやつですね。これを買ってみました。しばらくですねこんな形で、まあ、使っていたわけなんですけども、ある時ですねフィラメント冷却ファンダクトが重要だっていうことに気がつきまして、フィラメント冷却ファンダクトをいろいろ作ってみるようになったんですよね。これらが製作したものの一部なんですけども、まあこれがエンダー3オリジナルの、まあ、ファンダクトになりますね。この黒いやつですね。まあ単純に横にこう風を流すだけの単純なものなんですけども、まあシンギバーズにここに取り付けるファンダクトってすごいいっぱい上がってるんで、いろんなの試してみようと思っていっぱい印刷して、ここにあるのも本当ほんの一部でして、中にはこんな直接もうノズルの先までギュッと伸びてるやつとか、こういうのも試してみたりしましたね。これはあんまり効果なかったですね。で一番良かったのがこれ今すでにつけてるやつですね。これが一番効果がありましたね。ただそもそもファンの力がこれそんなに強くないんで風が強くないんですよね。なんで、まあ、ブロワーファンにやっぱつけたいなと思って、ブロワーファン用のファンダクトっていうのもまあ印刷したんですよね。これなんですけども、これ結局使わなかったんですけども、ブロワーファンでしかも周り全体から風を送るような形ですね。これもまあいつかは試してみたいとは思っているんですけど、まあ、こういうのに凝るようになってきたんですよね。こちらが現在のメイスマンの 3D プリンターのプリントヘッドですね。まあ、ダイレクトドライブキットそのまま使っているんですけど、取り付けるところはオリジナルのものですね。印刷したものを使って固定するようにしています。オリジナルのものが貧弱すぎたんで、まあ、ここら辺のモデルはシンギバーズに上がってるんで、その URL とかは概要欄に上げておきます。まあ、こんな感じですね。でファンダクトはシンギバーズにあるモデルですね。これを使ってます。でブロワーファンに改造してますね。これがまたすごい風が強くてですね、これに変えたことによって造形品質が非常に上がりましたね。このファンダクトはメイスマン的には非常におすすめですね。ただメンテナンスがすごくしづらいんですよね。外しづらいと言いますか、メイスマンまだまだ改造しなきゃなっていう風なのが、まあ、前から思ってたことなんですよね。フィラメント冷却ダクトとシングルギアエクストルーダーに不満を持ってたメイスマンはこの BMG デュアルギアエクストルーダーっていうのをまず買って、で後ろの赤いファンダクトですねに、まあ、改造しようとしたんですよね。一時期使ってたんですけども、ステッピングモーターの熱で上の固定するとこですねが溶けて曲がってきちゃったんですよね。これちょっと動画をご覧いただければよくわかると思うんですけども、かなりひん曲がっちゃってるんですよね。
ここにエクストルーダーをつけるわけなんですけども、これ曲がってるの分かりますかね。すげえ曲がってるんですよね。これじゃあちょっと使えないなってなったんで、新しいダイレクトドライブに改造しなきゃなっていう風になって、今回の企画を考えたわけですね。今後どのような改造を行っていくかっていう話をしたいんですけども、まずはボロンアフターバーナーですね。ボロンっていうのは有名なオープンソースのコア XI 型の 3D プリンターなんですけども、まあ、それで使われているダイレクトエクストルーダーですね。それをもうすでにパーツは、必要なパーツはメスマン印刷しちゃって、あと必要な金属部品とかももう購入済んでるんで、これをライブで組み立て動画とか、まあ生配信したいなって今思ってたりするんですよね。なんでこれはまあ近いうちにできるんじゃないかなって今思ってます。もうあとは組み立てるだけですからね。まあこれやっていきたいなって今思ってます。印刷パーツは PETG で印刷してみました。まあホットエンドとか熱くなるはずなん でこれがネジ類とかギア類ですね。こういうのがもう売ってるんですよね。ボロンアフターバーナー用の必要なネジとかギアが一式セットになっているものですね。こういうのがもうアリエクスプレスで売ってるんで、まあ、こういうのを買ってしまいました。であとは必要なブロワーファンとステッピングモーターですね。これ一通り揃えたんで、これは生配信で近いうちやりたいと思います。まだ作りたいプリントヘッドはありまして、このカルツに上がってる BMG E3D V6 スピードドライブ4クリアリティエンダー3&CR10 っていうモデルなんですけども、これ有料で581円ですね。日本円で580円で購入できるんですけど、メスマンもこれすでに購入してまして、あとこの V6 ホットエンドですね、プルサとかにも使われてるやつなんですけども、この V6 のホットエンドをどうしても使ってみたいんですよね。エンダー3で使われてるホットエンドは MK8 っていうやつなんですけども、あれだとなんかちょっとなーっていうのを前々から思ってたんで、この V6 っていうのに変えてみたいんですよね。メイスマンこれを取り付けるために、これをまだ印刷してないんですけど、いずれやってみたいなと思ってまして、ボロンアフターバーナーをつけた後にでも作ってみようかなって実は思っているところです。でもって次なんですけど、まだあります。これもうすでに買ってるんですけど、ビッキューって読むんですかね、これビッキューってメスマンは呼んでるんですけども、 H2 エクストルーダー、これもう半年以上前に実は買ってるんですよ。すごくちっちゃいエクストルーダーで、まあ軽いんですよね、何よりも。これはまあ自作っていうわけじゃないんですけども、製品として できてるものなんですけども、この小ささは正義ですよね。これ使ってみたいんですよね。印刷速度を別に出したいわけでもないんですけども、この小さいエクストルーダーでもどんだけ綺麗に印刷できるかっていうのを見てみたいんですよね。で最後にですね、これを購入しました。まあホットエンド、プリントヘッドのメンテナンス性を上げるために、このビッキュー製のホットエンドクイックチェンジツールですね、これを購入しました。ここで言うところのタイプ3っていうやつ、よくわからないんですよね。タイプ1とタイプ3の差がよくわかんないんですけど、まあタイプ3っていうのを買ってみました。これが吉と出るか凶と出るかよくわかんないんですけども、これホットエンドを脱着できるようにするツールですね。簡単に脱着できるようにするツールなんですけども、これをぜひ導入したいなというふうにメイスマン思ってまして、作ったホットエンドを気分で変えられるようにするっていうのが、まあ、メイスマンの目的ですね。まあ、実際にそれができるかどうかわからないんですけども、まあそれも追ってレビューしていければなというふうに今思っているところです。これはまだ届いていないんで、まあ、いつ導入できるようになるかはちょっと謎なんですけどね、
まあ、そういうのもあって今回の企画、長期の企画ですね、としてオトエンド理想のプリントヘッドを探す旅ということで、まあ、今後やっていこうかなというふうに思っていますので、気長にこのシリーズ、この企画をお楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、ということで今回の動画はここぐらいにしておきたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。